こんにちは、こんばんは。そろそろネタが尽きようとしております。今週は日清オイリオのサッカースクールに行ってきました。映像は撮るのができなかったということなので映像はないのですが、行ってきた事実はあります。行ってきました。梶明さん氏と坂東龍二氏と木村敦史氏と、キム・ジョンヤ氏と、牧師。で、J グリーン・坂井のところでイベントをやってまいりました。まあ、その次の日は、ガンバ大阪の大人のダイエットスクール、大好評ということで、ものすごく2キロ痩せましたと言ってくれる方がいたり、前より食べる量が増えたのに2キロ痩せましたと。ちょっと待つ。で、火曜日、体験会、トレーニングですね。あ、初めての、ミーティングをやってまいりました。ミーティングは、ちょっと映像をね、見せながら子供らに、こういう時は、こういう風に攻めるんや、とか、こういう選択肢があるんです、とか、なぜ走るのが大事か、とか、なぜ切り替えが大事なのか、とか、なぜあれほどうるさく、アプローチって言うのかとか、そういうのをこう具体的に説明したり、そういうミーティングをしました。で、パーソナルトレーニングを福島のパーソナルジムで初めて出勤いたしまして、初日ということでドキドキしながら行ったんですけど、スタッフも優しくて楽しい感じでやらせてもらい、楽しかったです。初めてのどこかで勤めてのお仕事なので、すごいワクワクしてます。ダイエット、また興味のある方お待ちしております。めっちゃ安いんでお待ちしております。中学3年生の子の引退式をやって、まあこれから旅立って行かれる3年生方送り出しながら、感動の連続で、涙ぐんでる子もいたんじゃないかな。中学1年生2年生の子が新しい新チームになり、これからの抱負を語り、これから一緒に頑張っていこうやっていうことで指導し始めました。体験会で何人か入団してくれたりしてはいるんですが、まだまだ空きがありますので、ぜひお待ちしております。無料で体験会もやっております。そして部員を募集しているので、ぜひ興味のある中学生方様は、来ていただけたら嬉しいです。はい、まあそんなとこですかね。あとはもう遊んでました。ずーっと仮面ライダーごっこして遊んでましたんで。こんにちは。で、ぐるぐるぐるって回って、ここぐるぐる。2周ぐらい。で、前アングル。まあ、来週もよろしくお願いします。藤枝頑張れ。すごいな、松本にな、勝って。あ、でもちょっと待って、松本にもおったわ俺、忘れた。なかなか心苦しいけど、まあね、直近がやっぱ藤枝で思い入れあるから。藤枝頑張れよ。ブチ君、ブチ君頑張れ。ブチ君、ブチ君だけじゃないぞ、他の人も頑張れー。頑張れー。おい、頑張っちゃい。よいしょ、そのまま、よいしょ、ゴン。誰に頑張ってほしいんだ。誰応援してんの。一番ノブ、ノブ頑張れ。ノブが、あとは誰、
吉村幸喜。おう、今年の MVP 誰よ。横山。うぅ、だよな、横山調子いいよね。誰が調子乗ってんの。誰が調子こいてるよ。杉田調子こいてる。そうかい。藤原頑張れ。かわいいなぁ、伊豆。かわいいね。花の香りがするね。ごめん。よし。ぴょーん。肛門腺の香りがするね。伊豆、今日肛門腺の香りがするね。オッケー。じゃあ。